先輩、腰って、これだけなんですよ、動くのって。え、全然動いてないやん、それだけ。こうじゃないと、皆さん、腰回らないんですよ、勘違いしてるんですよ、だから。ええー。上昇から見たら、はい、それ腰使ってないよ。そうなんですよ、腰を使うためには。打ちをしないといけないです。え。てけてけ殺しチャンネルの公式ラインを解説しました。この公式ラインでは。 普段表では話せないことや限定コンテンツなどを配信していく予定です裏話本気でゴルフが上手くなりたい方はぜひ概要欄から登録をよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい皆さんこんにちはテケテゴルフチャンネルの櫻井です皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いします皆さんには先輩かよろしくお願いします <laughs> 間違ってるわけですすいませんはい <laughs> 今日は腰の回し方、はい、腰の回し方うん。うん、アマチュアの方は腰の回し方を 勘違いしてる人が多いと思うよ。勘違い、はい。なので腰の回転させるポイント、うんうんまあ例えば正午だったらどこを意識して腰を回せるか。え？腰ってどっち？どっちが回りたいんですか？どっち？はい。あもうそんな深い話はあの公式ラインで。ああそうですそうです。っちもう言いたくて。それより今日はまだね、そう下の。 ステージの話ってことですね。わかりました。はい。まあちょっとどういった意識でどこを意識してどういうタイミングで腰を回してるのか。わかりました。結構ね、アマチュアの方曖昧やと思うよ。その辺は。そうですね。そうそう。確かにそのやっぱ難しいですよね。そう。腰を回すななまあ難題じゃないけど腰を回すことって。 結構みんな苦労してると思うんですね。結構さ、やっぱグレーゾーンじゃそうですね。あの、どんなプロでもさ、いろんないうことが違ったりす確かに、そうですね。はい。じゃあ、そこを解説していきましょうか。いいですかいいですよ、全然。やりますそれは、っきりさせるわけよ。分かりました、分かりました。まず、まあ、基本的に時間差。時間差 トップからの切り返しの時の腰ってことですよね。そうです。今日の話。は切り返しからの、ここからテイクバックからして、切り返しの時の腰の使い方ってことですね。これはもう、トップでほぼ決まってます。そうなの。はい、もう、レッスン来られたりとか。はいはいはい。まあ練習場、まあ見て、僕結構アマチュアの方観察するんですけど。あ、トップに行った時の、形。うんうん。で、あ、もうこの人腰回らないなとか。ええ。もうすぐわかる。そうです。 そこ,そ,そこは難しいところなんですけどうんうんだ結局トップに行った時のこう上と下の時間差を作らないといけないです、あのー、野球だったら、はい、腰回せとか言わないと思うんですよ言わない、ね、テニスとかでも <laughs>、うん、腰から回してこうですよとか言わないんです確かにだから基本的に人間の人、うん、人間は、うん、まあこ,こ,これ言ったらちょっと。 アンチかもアンチ来る人もいるかもしれないですけど、誰でも気軽にスマホで不動産投資。え、じゃあ俺も始めようかな。それがグッド不動産のビギナーズクラウド。一万円から始められます。グッド不動産。相当運動センスがない限り、うん、ある程度も九十八パーセントぐらいは腰からこう回るようになる。 ななるるるほどねコツはもううあんんんんででですす掴そやただゴルフの場合はああしてこうしてとかわけわかんないことを考えちゃってここをこうしないといけないあここをもうちょっとこうしないといけないとか考えちゃって難しいことを考えすぎちゃうんでかえって腰が回らないとかなっちゃうんでトップにいったときに下と上の時間差を作る。 早い話ここから下のパズルがありますとこ下半身のブロックでもいいですブロックで上から下のブロックこういうブロックがありますこれが構えた時にも大事なんですけど今こう来たら今すべてがこう揃ってる感じがしますねすぐに表面に向いてる。 どうですか右肩が出てたりとかうん、うん、ちょっとこう突っ込みそうなアドレスしてないですか,あ確かに、はい、ちょっと右サイドが出てる感じがあるねこんな感じで出てますよねでもこれじゃいけないのでゴルフの基本っていうのは、うん、やっぱりどっちかっていうとこうやってこういう感じで入ってこないといけないですねこの時点で今分かりますかねブロックがちょっと上と下が外れてるあ確かにさっきよりかちょっと傾いたというかさっきはこういう感じでしたねじゃなくて こういう感じなでああ、なるほどなるほど。<ら>なんかどっしり見えるね。そう。しかもここずれてません。確かに。これだったらま、うん、っすぐ。はいはい。すべてのまあ長方形みたいな。だけどゴルフってこれじゃいけないです。うん、このままこう構えて右手が上からくる分、わ、うんうん、かりますか。ああ、ちょっと右肩が。こうじゃなくてクラブを持つんでこう見えるさ。うん,うん。この状態だと。 あの下と上がほぼ長方形がまっすぐみたいなでもこれじゃいけないのでゴルフの場合はこうしないといけないですはあアドレスでそう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 そのまんまこうアドレスすると今こう下のブロックと右のブロックがちょっとこうずれてるような感じうん、うん、ここがまず一番最初のポイントなるほど、はい、アドレスでちょっとその時間差っいうやつを作るっていう感じです で、ああああここから関心は止めたまんま粘点するだけ、うん、ああなるほどそうすそうすると関心が止まってます、うん、勝手に粘点ってことは右にブロックが外れてきますね、うん、そうだねこういう感じではい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 ああそれでちょっとこう,うじゃあこの形ができさえすれば、うん、こっからもう振ろうとした時にうん る <laughs> かるもうずれてるってことかそ<う>腰が腰がトップにいった時にはちょっとこっち <laughs> ありますね、うん、こっち側がブロックがそうだねで上半身がこ右にずれてるからこの形が作っとけさえすれば下半身その分時間差を, <laughs> そうを勝手に作れちゃうトップで作るためにまずアドレスからやって。 ははは、なるほどねそうですそうですで、そのまま打てば、もう動画撮ったら、うん、あ腰からい,いけてますよ、じゃ腰回ってますよって話になるだけなの話だけどここがね、やっぱゴルフの難しいところですね難しいよね難しいこれ今の先輩、ちょっとテンション下がってるってことは <laughs> 僕の言ってることがちょっと難しかったんでしょうね多分いやいや、そこはま…違まあ、今日多分あっち来ると思うんですけどはいもう違う違ううん これさ…今、勉強してなかったですか僕のいつも勉強させてもらってこれさ、今の話だとバックスイングするときこれって腰を回す必要ってあるの回す意識。っていう話になってくるんですよねそう。だから、深い話になるとなるじゃないですか、こうやって。 これは公式ラインで公式式、まあ、ちょっと登録してもらって <laughs>、はい、登,録登録だけでも全然いいんでいやこういう話になると深いことになってくるんですけど、うん、じゃあまあちょっと触りますね軽く、うんうん、その話に深い話にう,うまく触ってじゃあ、うん、右膝を我慢しろっていう人いますよねうん止,止めてね昔からこっちの壁はい、うん、はいはい、はいますでも最近伸ばせって人もいません ああまあ効かなくはないですね。でしょ？効かなくはないですね。こっから腰がずれないように伸ばせて。でも腰って先輩も回したらわかると思うんですけど、うん、これってこれ腰回ってます？いや回ってないですね。これ、ま、回ってるけど回ってないのな。これは回ってないですよね。腰ってこのぐらいしか回らないです。それだけ？そうです。基本的に。 で、これに前傾するこのぐらいしか回らないんですよ。それれだだけけでいいのこじゃあ次さっきの右膝、壁作ってる人これだけしか回らないです僕はねじゃあこの感じで腰の感じで自分の中で右膝を伸ばす人はいはいはい結構回ってますねさっきよりはい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  っていう話とかもいろいろあるからだから一概に切り返しからの左の腰が切れる人切れない人っていうのも生まれてくると思うんですよ。人によってやっぱその切れる切れないっていうのもちょっと変わってくるってことかそ,そ,そういうことです<ー>ただみんなこれを回せ回せって言うとどっちも回そうとするからこんなねもう右も回して右も回してってこれ多分。<laughs> ジュニアとかかジュニアっていうかもう形はもうボロボロですよね、うんうん、こっちも回したらオーバースインになるしはい、はい、ここから必死にこう回そうとしたらいろんな力みが入って振り遅れとかなっちゃうんでなるほどが、そう腰っていうのはこの時点で回したいんですかでもいろいろこう、うん、こんなレッスンなくないですか いきなりきたっすねいきなりきたねないっすねいやいやだと思うんですよじゃあどっち回るのっていう話になってくるんでその辺もちょっと理解したうでただ腰を回したいからって言ってもまあまあいいことにはならないならないってことかまあその正午のあの腰を回す概念としてはさっき言ったこのちょこっとこうこの辺のもうもう 腰ってこれしか回らないさ、ここ,よいここ膝とか止めたりとかしちゃったら、うん、やっぱアマチュアの方でもさ、腰をやっぱこういう風うに、そうそう、これを一生懸命こうしたらしもうね胸までこう一緒に回って、うん、そうそうそう、そうこれが回すことですよみたいな、そう、そして次もこっちこう回すでしょ、そう,そう,そう、こんな感じで回そうとしちゃってるから、うん、じゃなくて、やっぱこれぐらいしか回らないからね。なるほどここが。 ややっぱ勘違いしやすいしすすアマチュアの人はそうですだからああ、あのー、プロのスイングを見ると、うん、うわ腰使えてるとかなるじゃないですか、うん、これだけこれってトップさっきずれて、うん、腰ポンってすればもうプサって打ってるんですよ僕ら、うん、でもこれを回ってるとか言うからこれがブーってこう発影、はい、したり <laughs> これはじゃあます立ってる時にどんな感じの腰かっつったら。うん こうやっってて使るるなほど。もう混じっっちゃてるそう、うも一生懸命回そうというのが要はまあほらやっぱいろんなゴルフの言葉って実際にある今までみんなが失敗した腰の使い方だったら「はいはい。だって今の動きもさ腰を回すってなった時に見た時に腰は回ってるもんねそう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 さ。まあまあまあ、うそ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 う 受け取り方一つでね。そうだから回そう回そうがわけわかんないことになってしまうから、まずはまあこれはまあなんかなまあ話まとめると、うん、トップに行った時にずれとけば、うん、もう腰っていうのはもうこれが回ってるっす。こう回るってことはないっす。うんうん、こういう回し方をしようとしてもどういう結果になるかっつまっりみんなの場合こうやってなってしまうっていう。はいはいはいは,いはいはい、ストレグがちょっと入っちゃう、ねはいはい。そうですね。だからもう腰っていうのは これれだけでです。すもうそ完結るよと。あとはスピードとかあるからパンって始まって動画とかはわすごい腰が使えて動いてるねってそんなに動いてないんやねいや、動いてないです動いてないですここっすよねここは間違えちゃいけないですなるほどそれによってのいろいろありますねなるほどまあその膝のとろっていうのが公式ラインでそれはいや 公式会って言ってるけど今まで僕もう700個ぐらい動画あるんですけど出してるんですけどねどっかでただみんなまだ見つけられてない方もいっぱいいると思うしちょっといっぱい見つけてほしいですね腰の回し方結構やったよね結構やりましたね深いのもちょっとさでもいろんなタイプのこと言ってるから自分の場合ははいはいだからどっちやるのっていうのがまあ難しいけどまあそこはね 実際、来てもらってからね、スタジオとかしたらもうすぐこっちだからとかこういう練習しましょうと言えばいいんですけどこはまあかからら。ない人によって違うんですねそれは違うと思いますプロゴルファーが全然違うんで人によってそうだよね。これはちょっと見てもらうと分からんわこれは分からないですねちょっと後で見て俺も。分かりましたんだそのお金取っていいんですね サービスしてよ。サービスほど怖いものはないですよ。うん、なるほど、いい腰の動き。ですね。そうすだ腰の動きをやろうやろうとしても、腰は回らない。変な形でしかならないってことです。うん、なるほどね。はい、もう腰は、うん。このぐらい。こ、このちっちゃな動きが。うん、どう、すごい動い腰を使っているように見えるかっていう謎を解きをしないといけない。 それがもうアドレスとトップで決まってますよっていうことですね決してギーッとかうわーッとか腰を回せばこうだよとかは違うんだないはあ全然動いてないもんね意外と動いてない意外と動いてないっていうところが皆さん今日のまあ簡単なレッスンというかそうですねはいところでていうことですねはいなるほどはい分かりました疲れましたね疲れたね 何時今九時半か。<laughs> 今日朝なんですよ。今日。まあまあ頭回ってないですけどね。ね <laughs> 朝からね。<laughs> あね、さっき先輩言ってくれた公式ライン。はい。うん。皆さんぜひ登録してもらって、いろいろ。うん、あのー。やろうと思ってます。うん、もう今登録してもらってる方たちもいっぱいいるんですけど。なるほどうん。まあこう。僕は帯同コーチ、まあツアーと、はい。はいはい。 といったたの感想だったりとか、うんうん、結構アマチュアの方たちと似てるところもあるのでそれいいねそうですね、まあ、そういう話もしたりとかいろいろ僕もコンテンツを作ったのでアマチュアの方もまあ今月末ぐらいからやり始めるのでぜひそっちの方は楽しみに結構時間かけてやりましたけど。 結構頑張ってましたもんねやかったです深夜深夜の過ぎてまでやってましたずっとやっとったっけどねはい皆さんのために皆さんのためにいろんなコンテンツ作ってたんでよぜひよろしくお願いしますわかりましたししまはいじゃあ今日の腰勘違いしないようにはい頑張ってくださいありがとうございますじゃあ皆さんぜひ頑張ってくださいじゃあさようなら、はい、ありがとうございましたありがとうございましたてげてげゴルフチャンネルの公式ラインを開設しましたこの公式ラインでは 普段表では話せないことや限定コンテンツなどを配信していく予定です裏話本気でゴルフが上手くなりたい方はぜひ概要欄から登録をよろしくお願いしますよろしくお願いします